ホーム初勝利なるか、初の連勝なるか。一方福岡は3連勝がかかったゲーム。13分先制のシーンです。さぬき、佐々木拓実から重松、このシュート先制ゴールです。前半13分でした。はい、非常にね、本当に落ち着いた、ネットに流し込む、はい、言いましたけど、やっぱここにシュートじゃないですね、これパスしてますよね。そうですね、はい、一番左の隅にパスしたっていうことですね。まあ、前節徳島戦でフォワード起用ありました、その重松、しっかりとその今日もフォワード2トップの一角起用に応えました。27分です。今度もさぬき、まあ、今日の終わってみれば、はい、この2点目がね、木島君も痛かったと思うけど、はい、鎌田真奈さぬきにとっても痛かった、この2点目取れなかったことですね。さぬきにとればこれを仕留めていれば、随分変わったゲーム展開にまたなったかもしれません。囲いが素晴らしかったですね。そうですね、これ逆にキーパーは褒めるべきですね。はい、今シーズン前節に続いて2試合目となりました囲い健太郎です。そして57分です。このドゥドゥ、これ浅田がね、本当に諦めずにゴールカバー、2人入ってましたね、これね。そうですね、武田も入ってた、はい、そしてこの浅田のヘディングクリア、これは見事でした。88分はこれは同点シーンです。この鈴木の早いセットプレー、はい、ドゥドゥのこれはキーパー清水が動けませんでした。これはシュートを褒めるべきですね、これは。ただセットプレーの速さ、鈴木のファインプレーだと思いますね、これ。そうですね、はい、セットプレーが一つの鍵になると鈴木純が話をしていました。88分に同点に追いついていますアビスパ福岡です。そしてアディショナルタイム、これは山瀬、これは本当救われましたね、バーギーね。はい、サヌキキラーの山瀬、今日はゴールを奪うことができませんでした。これで1対1ドローゲームということになりました。